皆様こんばんは、カズチューブです。ね、今日は季節が進みましたね。関西も涼しい、東京は朝は寒かった。朝6時現在の気温が、10度ないという報道がありましてね、なんか暖房も必要というくらいに、寒い朝になったんですが、季節が進んでマジックも減りました。というわけで気分は F シャープマイナーという大前和樹でございます。今日はヤマハの L26 で LL26 で弾いてみました。というわけで今日はね、僕はメジャーリーグの中継で終わったのが12時30分お昼のね、8時半に始まって長いゲームで4時間くらい喋って、で終わって、でそこで浅田プロデューサーがタクシー呼んでくれて、そこから、青海からお台場の方ね、お台場から、品川までタクシー乗って20分ぐらいかな。で着いたら1時過ぎだった。1時37分ののぞみ37号博多行きが、ね、ちょうどあった。あ、まず時間もちょうどある、コーヒー買う時間もあるんだスターバックスでと思って、それの席を取ったのね。で、そうするとなんか構内のアナウンスで、豊橋駅で、人身事故がありました、その現場検証等を行っています、車両点検等を行っています、警察消防来ていますみたいなアナウンスがあって、しばらく、この能見37号は品川に到着した後止まりますというアナウンスがあった。で今、ホームにいる小玉名古屋行きは次の新横浜でしばらく止まりますっていうアナウンスがあった。まあいいかと思って、いつものようにスターバックスで、コーヒー買ってって、ちょっとまだ、列車が遅れそうなんで、いつもより大きめのサイズ、僕はいつもショートサイズを頼むんだけども、トールサイズを頼んだ。で、下に降りていってね、ホームに。で僕は8号車の 2-A という席を今日取っていたんです。で予定通り13時35分くらいに、のぞみ37号が入線してきた。ね、時間通りですよ。だけどそこで止まるということはアナウンスされていましたんで、まあ、少し遅れるんだろうなみたいな感じで電車に乗り込んだ。そうすると僕の座るはずの8号車 2-A の席におばさんが座ってらっしゃる。すいません、というふうに声をかけると、おばさんはその横の空いている B の席を指さして、どうぞと手を出した。いや僕はその隣の A の席が僕取ってるんですっていうふうに剣を見せた。とするとおばさんがなんかこう、怪訝な顔して隣の席に移った、つまり B の席に移った。あ、この人は B の席を持ってらっしゃる方なんだなと思って、いると、しばらくするとなんか荷物をまとめ出して、そこを去って違う車両に去っていった。つまり、そのおばさんは、もちろん8号車の 2-A でもなければ 2-B でもなかった、全然違うところの、おばさんが勝手にそこに座っていたっていうね、何なんだろうっていう感じの、そこでなんかなんとなく嫌な予感が始まるのよ。予感がして嫌なことが始まっていくのよ。でそうこうしていると、時間が何分か過ぎていると、車掌さんのアナウンスがあった。この「のぞみ37号」は現在、品川駅で停車して運転を見合わせております。それは分かってるんだ。でね、豊橋駅で、人身事故、人と線路内に立ち入った人と列車が接触をした、触車という、触るという字に、車と書いて触車っていうような表現をされていましたね、しております。その警察消防で実況見分、車両点検等が行われていますので、今しばらくお待ちください。今しばらくってどれくらいなんだよと思いながら、まだ余裕を持って僕は座っていた。そうすると、この列車の品川駅出発予定時刻は15時30分を予定しておりますっていうアナウンスがあって、15時30分、ちょっと待て、まだ1時間45分もあるじゃないかっていうふうに思った。まあでもしょうがないな、みんなが一生懸命復旧作業してるんだからと思って、どうしようかな、ここで寝ちゃおうかなと思ったんだけども、待てよ、まだ今は目が覚めている。そうだ、
コラムを一本書かなきゃいけない、今日帰って夜に書こうと思っていたコラムを今書いちゃおうと思って、パソコンを出して書き始めた。で、何行か書いてるうちに、今度アナウンスがあって、先ほどご案内しました、この列車の出発予定時刻でございますが、品川駅を15時30分出発とお伝えしましたが、それよりも延びまして16時30分の予定、ちょっと待ってまだ2時間半もあるじゃないかみたいな感じになってくるわけよ。で、2時間半もこうなったらもうこの原稿書き終えようと思って一生懸命こう書いてた。で、まあ、書き終わるのは、まあ、1時間もすりゃ、ちょっとこうなんて遂行もしながらね、でちょっと取材ノート見ながらっていうことで余裕もあって書ける。で、3時過ぎになって、まあ、あとちょっとかな、まだ1時間半かなと思ったら、今度はまた、お客様に、ご案内申し上げます。この列車、遅れております。のぞみ37号博多行きは、品川駅をこのあと17時出発の予定となりました。この時刻につきましては前後することもありますので、あらかじめご了承くださいみたいな前後の前はないだろうと思いながら、まあでもみんなが復旧作業してるんだと思うとね、まあ、みんなが一生懸命やってると思うと、まあ、そんなに波乱も立たないし、でこの後の予定もない。今日教室はね、中島玄也アナウンサーに頼んでいたので、僕はその辺は余裕もあった。で、コラムが書き終わって、そうだ、今日は前回書いたコラムがアップされる日だ。若月健也の原稿を書きました。 J スポーツの野球好きコラムというのがあるんだけども、先月は僕は福田周平選手と宗佑磨選手を書いた。で、今月は、若月健也と紅林幸太郎、この2人の、記事を書く予定で、で、もう若月は先週書いていたのね。で、それは、出していて、で、今日の夕方アップされるということで確認したら、まだアップされていない。で、今日書いたのは紅林幸太郎の原稿です。来週か今週末ぐらいにまた、アップされると思いますので、ぜひチェックしてみてくださいっていうような感じで、まあ、そんな感じで時間を過ごしながらね、5時がやってきて、まあ、5時には出発してくれて、結局3時間21分遅れで、スタートした、出発した、のぞみ37号、当然新大阪駅にも、3時間21分遅れて到着するわけですよ。で、そこで2時間以上遅れた場合、特急券の払い戻しがあるというアナウンスがあった。で、これ僕はあんまり知らなくてね。で、きっと めちゃめちゃ行列してるんだよ、生産所に。ところが、新大阪のある一つの生産所には、なんか空いてる生産所があった。で、そこの窓口に行くと5人ぐらいしか並んでいない。他は長蛇の列があったんだけど、で、そこで変えてもらってね、特急料金が返ってきました。5280円返ってきました。まあ、3時間21分の僕の、ギャラだと思えば、5280円ですよ。まあ、時給1700円1800円弱、と思えば許せるかなと思いましたけどもね。まあ、そのうちに原稿を書けましたんでよかったんだけども。で、まあ、道中、ちょっと、まあ、走り出すところ眠くなるので、なんか止まってる車両の中では眠れないんだけども、走り出すと条件反射で新横浜を出ると眠くなるんだ僕は。で、大体静岡県内ずっと寝てるんだね。で、静岡県内を寝て三河安城駅を通過した頃に目が覚める。あ、事故の起こった豊橋はもう過ぎたなと思いながら、そうだ、西武ライオンズの予定じゃない、経過を見ようと思ったら1対1の同点だったね。いい勝負してるなと思って、で、それが新大阪に着いて、次に、電車在来線を待ってる時にふと、見ると、あれ、レアードがタイムリーヒットって勝ち越してるロッテ、強いなと思いながら、結局ね、ライオンズ敗れまして、マリーンズが勝って首位の座をマリーンズが奪ったということですね。今日ゲームがなかったオリックスを抜いて首位マリーンズ、まあ、これでもう名実ともに、もう首位だし、マジックもついてるし、もうロッテ全然有利ということになりました。でもこれしょうがないんで、もうこれはもう他力本願っていうところはね、もう本当なんかこう辛いね。だからまあ、あととにかく4つのゲームを一生懸命戦って、まあ、そしてもう結果を待つというしかないんでね、他を頼るっていうこの心もとない感じ、これがなんか嫌ですねと思いました。で、まあ、もう断然ロッテよりもこれは否めないんでね、もうとにかく一生懸命頑張るしかないという状況ではあります。まあ、でもね、一生懸命明日から3連戦ありますんで、応援したいなと思いますし、僕はこの3連戦の3つ目の西武戦、
明日明後日は楽天戦、3つ目木曜日は西武戦を僕は実況、ホーム最終戦を、実況担当することになっていますので、いい形でねホームの3連戦を終えたいですね。まあ、皆さん思うところは同じだと思いますが、まあ、とにかくもうここまで来たら完全にオリックスははっきり追い詰められました、追い込まれました。まあ、でもここでもう一回ね開き直って、頑張っていきましょうということなんでね、今日はなんかこの、カズチューブで喋るのは本当ためらってはいたんですが、まあ喋ってると元気になるね、というわけで皆さんもなんとなく僕のこの声を聞くと元気になりませんね、というわけで、今日は F シャープマイナーから始まった、そんな、ギターでございましたね、まあ本当遠かった6時間半くらい新幹線の、席に座っておりました。まあ、途中トイレに1回、立ったくらいでね、なんか本当ちょっとした海外旅行、なんかハワイくらいまで行けそうな感じの、時間を車内で過ごしておりましたね。まあ、そんな中で今日は帰ってまいりました。で明日からはいよいよ、楽天戦、田嶋投手頑張れ、という中でね、明日は早川投手とのマッチアップです。とにかくもう僕らも見守っていくしかないん でもう不利になったのはもうこれもしょうがないんで、ロッテが強いということなんで、まあ、ここにもう精一杯、最後はもうロッテにプレッシャーかけていきましょうよという感じで、残り4つをね一生懸命頑張って僕らも応援していきたいと思います。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。まだしかし不利ではあるけども可能性がある限りは諦めません。頑張って応援していきましょう。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日本当にねためらっていたのよ。でね、まあ、さっきギターをこう弾いてこのフィンガーピックつけるんだけども、痩せるとさ服もちょっとブカブカっとするんだけども、このフィンガーピックもねブカブカになるの、ゆるゆるになるのよ。指も痩せるんだねということを改めて感じて、なんか弾きづらくてしょうがなかったです。今夜もご視聴ありがとうございました。明日も僕は球場に行きますんでよろしく。はい、頑張って皆さん気を確かに持って応援しましょう。頑張れオリックスさん。